これまでのバイオハザードリベレーションズ。聞かせてくれオブライエン、全てを明らかにしてくれ。全て計算通り、問題はない。クイーンディードで引き続き宴を楽しんでくれたまえ、ノーマン君。裏の顔を持つモルガンに感づいたレイモンド、彼と私が共に仕掛けた罠、それがベルトロの復活劇だ。雪山のアジト、そして皆を船に集める作戦、全てがモルガンを炙り出すための罠だ。だが私はまだ諦めていない。二人が残した置き土産が切り札となる。はい、皆さんこんばんは。それではバイオハザードリベレーションズですね、最終回をやっていきたいと思います。それでは最後までどうぞよろしくお願いします。それが最後の女王。ああ、クイーンディードだ。彼女はあの日から今まで海底で眠り続けている。だとすればその場所はテラグリジアね。ああ、そうだ。我々 BSA はここで諦めるわけにはいかない。以上だ。FBC だ、動くな。全員両手を上げろ。ゆっくりとだ。モルガン・ランズディール、君たちのショーはこれで終わりだ。現時刻をもって BSAA は FBC の指揮下に入る。クライバー・アル・オブライエン、キ君をテロ組織ベルトロとの共謀容疑で拘束する。クリス、ジル、君らが最後の希望だ。見えてきた。あれがテラグリジア跡か。ここにクイーンディードが。まもなく降下ポイントに到着。あれがクイーンリード、3番目の女王。さあやっていきましょう。ただ前から気になってたんですけど、ジルが酸素ボンベ外しちゃってるんだよね。さっきまでなんか黒い頭巾外して酸素ボンベつけてたんですけど、完全に外しちゃってる。クリスはつけてるんだけどね。この状態でジルは大丈夫なんですかね。まあ大丈夫なんでしょうね。彼女は素潜りでも10分ぐらい耐えられる子なのかもしれません。耐えられる子。なんかあれって思っちゃったよね。最初やった時は気づかなかったんだけど、よく考えたらつけてないよな。静かね。時までが止まっているから。その状態で喋るか。海岸で調査した漂着物。モルガンの周辺海域封鎖、理由はこれか。ボンベをつけずに水中で喋っただと。あ、でもまあ特殊な訓練は受けてますからね、ジルはね。だからまあまあそういうこともあり得るんでしょう。さあカスタムパーツ、チャージショット2かな、うん、で、今度は反対側ですね。こっち行きましょう。
まあ、スターズ特殊部隊でね、スターズで、訓練した上にさらにあれからさらにたくましくなってますからね。それは水中で喋ることも可能でしょう。たくさんの死体が、おお、まだ生きている個体が、注意しよう、水中で組みつかれたらなすすべがない。地面を這いずってるあいつもですね、水中だと とても驚異的な存在となります。捕まったら即死ですね。ライフの弾薬ケースいただきましょう。まあここは本当道なりに進むだけで大丈夫です。道中に弾がいっぱい落ちてるんで、それ拾って、でパルスグレネードが残ってるとここは楽ですね。あのイカ野郎の時にね、使いすぎていないで残ってるとここはすごく楽に進めます。電子ロックね、緊急用電源が生きてればいいんだけど。断線もしているなら俺が直してみる。お願い、私は電源を探してくるわ。怖いな水中で断線を直すのと電気を入れるって怖いことですね。まあ、ということでまた別行動です。ジルさん相変わらず単独行動します。では行きましょう。あれですね、あれが電源かしらと。まだ電気が変えてるみたいです。でこれですね、ほらどうも奴らがいるみたいなので、組み越えたら死んで危ないので投げちゃいましょう。一時的に相手を止めることができます、パルスグレネードね。ただ多分今私一発持ってて、これ一発取れるのは2発しかないのでね、これは帰りのために取っておきましょう。でもう一体泳いでますが、これは後を追うように一緒に回りましょうかね。半時計回りで。あいつ結構泳ぐの得意なんだね。どういう状態で泳いでるのかな。ドルフィンキックみたいな泳ぎ方してるの。ジル、ドアが開いたぞ。オッケー。了解。そっちに戻るわ。では、まあ、これも後をつけて、掴まれたら即死なのでなるべく近づかないようにしてぐるっと回ります。そしてこっちもさっきの1匹ですね、嫌な動きをしてる1匹、出会い頭に、見つかると怖いので、もうパルスグレネードでこう動きを止めちゃってもいいかもしれないですね。危なかった。まあ、特に危ないことはなかったですけども。さあ先へ進む。 OK。 まあライフルの弾とかあるけど、もう使い道ないかな。まだ空気が。誰なの？死んでからまだ日が浅いわ。FBC か。何か手に。さあ、船内はまだ空気が残っておりました。そして死んでから日が浅い、1年前に沈んだ船なんですが、そこに FBC のですね、死体があったみたいです。早速見てみましょう。まあこれ聞いてみましょうか。録音開始。 FBC 特務機関所属ダリオ・バリオに19時48分、レコーダーを入手した後続部隊にランズディール長官への報告を要請する。我々は悪魔と遭遇してしまった。チーム全員の死亡を確認。
目標である映像端末は未回収である。任務は失敗した。奴らは座して死を待ってなどいなかった。我々 FBC を標的を待ち構えていたのだ。あれは復讐の。うん、まあ、テラゲランズディールの裏切りによってですね、沈んだこのクイディードですね、中ではベルトの首謀者というかリーダーである、ノーマンがいたんですが、彼らはここの船で全滅したわけではなく、その映像ですね、貴重な映像を取りに来る FBC の奴らを待ち構えてたわけですね。復讐に燃えてたみたいです。ということで、その生き残っているノーマンに会いに行きましょうか。でここからちょっとホラー展開ですね。1年間も復讐に燃えてねここに潜んでたわけですよ。さ、とんでもない恨みだと思いますよこれ。おお、電気が消えた。こいつらもベルトラのやつらですからね、こんな外見になってしまってはおりますが。荒れてるねー。ここにも死体がいただいていきましょう。160発、ありがとうございます。これはダイニングテーブルの上にたくさんの死体が、そして壁にはあのデッドバイデイライトでこうマッチングするときのやつですね、あれがいっぱい書いてあります。ここはみんな FBC の人たちかな、これ。いや、ベルトロか？ちょっとどちらが判断つかないですけど、暗いな、おい。マップも暗くなっちゃったよ。長い時間ここを待ってたのか。ただではないですね、これね。もう曲に合わせてすごいことになってますもんね。ベルトの人たちですね。おお、君の悪いやつらだ。すごい執念だよね。あれがベルトロの指導者。奴の持っている映像端末が俺たちに必要な証拠だ。とんでもない執念ですけども、まあそれがあればノーマンのね、
まあ、不正と言いましょうか、この真実を暴くことができるわけですね。でオブライエンも助けられますと。まあ、では最後のね、いろんなセッティングをしていきましょう。今回使うのはショットガンですね。ショットガン、アサルトライフル、このマグナムなんですけども、先ほど手に入れたチャージショット2ですね。これがめっちゃ強くてすごいためのに時間かかるんだけど、たまれば、まあ、高威力なショットが打てると。弾がなければこれはすごく有効なんですけども、この、まあ、エイムしたままにしなきゃいけない、ね、エイムしたままでこうこの状態で待ってて離して撃つっていうのでちょっと難しいんですよ。正直ちょっと難しいんですよ。だから私と個人的にはこのチャージショット2はですね使わないで、バースト2でいいと思うんですよね。ショットガン弾に余裕があるならバースト2でダメージ上げて、3段のこれよりも、うん、どうかな、相談数よりもインファイトを上げましょうか。至近距離で、まあ撃つと2点バースト、これをメインに使っていけばいいかなと思います。あとはまあ適当でいいと思います。マグナムの方なんかはまあまあ普通にロングマガジンつけたりとか、ダメージを上げて、うん、まあまあまあバスト、これは使わないんで多分、もう外しちゃってもいい、むしろいいね。うん。マグナムだけ、じゃねえや。この撮影いいかもしれないですね。まあ中でも一回着替えられるので、まあ弾がなくなった、あるいは、武器がなくなった場合は、もう一度中で、武器交換すればいいと思います。でごちゃごちゃするよりも2個ぐらいでいいかな。なんということだ。読むがいい、我が目に刻まれし者、そして恐怖におののくのだ。みんな死んでるな。パペサタン、パペサタン、パペサタン。どうした、エロイムエサムみたいなもんか。あ、なんかそれぞれの悲しい墓に、そして血肉がよみがえり、姿が立ち上がり、追求員や意味の審判を聞くのだ。めっちゃいい声ですけどもね。これから、ノーマンと戦闘になるんですけども、各地アイテムが落ちてますし、戦闘中でもボックスを開くことができます。弾がなくなったら違う武器に変えてもいいと思います。ま、行きましょうか。これで読むがいい。どうした、モルガン、モルガン・ランズディール、貴様にはめられ我々ベルトロワ、大丈夫かな。モルガン、貴様が欲するものはこれか。そうだ、これは貴様のくそったれた欺瞞の所業を暴く真実の記録。うっ、うわうわ話しちゃったよ。すごく大事なものいいね、もらっちゃうよ。いいの、いいよ、持って帰るよ。この中の真実を暴く証拠が、まあじゃあもらってくね。ありがとうね、ノーマン。待て。ですよね。モルガン、よく見ろ。貴様の所業がもたらした地獄を。さらにウイルスを投与。はい、ということでここで一旦また中間のセーブとなります。いよいよ次がラスボス戦となります。気合い入れていきましょう。ノーマン待て、俺
ちはモルガンじゃない。もう無駄よ、彼には聞こえてないわ。さあ、ノーマン戦です。ちょっとですね、バイオ系には珍しい瞬間移動みたいな技を使っていきます。なんか光ったらふっと現れます。だから心臓を狙っていきましょう。あとは背中のウニみたいなやつですね。心臓を狙っていきます。消えた後必ず近くで体を振りかぶるので、そこを狙っていきましょう。振りかぶったら心臓を狙います。はい、次の段階。まあどっちかが本物です。見分け方は簡単です。まあ、揺らいでる方か、あるいは足元の影ですね。影を見ましょう。影が、幻影にはありませんので、それを見分けていきます。あれ当たんなかったな。と必ず影がある方が本体ですので、影を見て攻撃していきましょう。一発もらってしまったね。まあまあ攻撃は遅いのでちゃんと見てれば避けれます。これ影だ。でもう一回時間差で現れるはず。ほら同じとこに現れたら意味ないだろ。でクリスは全く役に立たないで気にしなくていいです。多分チャージソットだともっと速攻で終わってると思いますが、少し当てるのが難しくなります。これはもう一回時間差で現れますので、入ったね。はい、次の段階。マグナム使っていこうか。ちょっと今度は避けて背中のウニに攻撃していきましょう。で聞いたらあとはご褒美タイム。ジルのお足でキック。おみ足避けて背中のウニを打ち抜くと。でひるんだら、ひるんでねえや、ひるんでよ、危な、大丈夫、疲れちゃってるみたいだけど。これ後ろだな。ひるんだら彼を蹴ってあげましょう。これ避けて打って打って避けて打って打って、これも避けて打ち込んでいきます。膝をついたら顔を思いっきり蹴ってあげましょう。ありがとうございます。危なっ。ウニ打って、はい、終わっちゃうね。初見ではすごく強い敵なんだけど、慣れちゃえば多分バイオシリーズの中では屈指の弱さだと思います。これがモルガンに踊らされた結末か。彼にとってせめて死が安らぎであることを祈るわ。それで散布手段は
用意した偽装客船に UAV を積んでおいた。散歩に使えるだろう。いいだろう。ではブツを見せてもらおうか。T アビスだ。ワクチンはない。まだな。まあそうだろう。この量で街をひっくり返せるわけだ。話は終わった。失礼するよ。誰も想像つかないだろうな。我々忌むべきテロリストに力を与えたのが親愛なる FBC の長官殿であるとは。見ての通り、あなたも今回ばかりは言い逃れできなさそうですな。BSAA を見くびっていたようだな。そして君のこともだ。封鎖していたテラグリジア付近で見つけたものです。もちろん解析済みです。お返ししましょう。オブライエン君、本当は君も気づいているのだろう。テラグリジアパニックがなければ愚昧な大衆どもは眼前の脅威に気づくこともなかった。ええ、それはそうかもしれません。私を拘束できる者などいない。世は導きを求めていた。大義のためなすべきをなしたのだ。それは奇弁ですな。あなたは言った。何時一切の望みを捨てようと。だが私がダンテではないと同様、あなたもウェルギリウスではない。モルガン・ランズディール、現時刻をもってあなたの FBC 長官の任を解く。それからテラグリジアパニックをめぐるテロ組織ベルトルとの共謀容疑で拘束させてもらいます。一つ言わせてもらおう、オブライエン君。 BSAA は大きな間違いを犯しているぞ。どこかで聞いたセリフですな。はい、皆様お疲れ様でした。エピソード12ですね。一応これでゲームの方はクリアとなります。そのままじゃね、ムービーの方をご覧ください。これでテラグリジアの真実が明るみとなるな。ええ、でも代償は大きかったわ。 BSAA も一から出直しか。今日の嵐は止んだ。でも明日は分からない。
はい、皆様お疲れ様でした。さ、いかがだったでしょうか。バイオハザードリベレーションズですね。はい、なんでしょうかね、今までのシリーズがプレイステーションで出したゲームだったので、リベレーションズは急にねナンバリングがなく、かつ 3DS で出たので知らなかった人も多かったかもしれないんですけども、まあ、一応これバイオハザード4と5の間のお話ということでございまして、で最後今クリスとジルがですね、だから8日に突入するところで終わりましたが、あれが5の中の、5のなんだっけな、5の中のサイドストーリーみたいなのがあるんですよ。そこに繋がってくるわけですね。でそこからさらにバイオハザード5に繋がるわけです。なので、ちょっと間の話としては良かったのかなと思います。これをやるとねバイオ5もニコニコの方にしか上がってないので YouTube でやり直してもいいかななんともうちょっと思いました。さらにですね、バイオハザードリベレーションズにはですねなんと2もあるんですよバイオハザードリベレーションズ2っていうのがあって、そっちはもっと先の話で、最初クレアが主人公、クレアとかバリーが主人公の話があります。それも後ほどね、遊んでもいいんじゃないかなと思いまして、今後ね、バイオハザード8がね来年発売予定でございますんで、まだまだバイオハザード遊んでいけるんじゃないかなと思います。やっぱホラーゲームの金字塔と言われてますけどもね、お話もマジでいいんですよ。怖いからねやらないっていうんじゃなくて、ぜひねこのバイオハザードそのなんていうの、史実みたいなのをね全部見ていくとマジですごい深い世界なので、もっともっといろんな人にハマってほしいですよね。であわよくばご自身でもプレイしてもらいたいなんていうふうに思います。5とか6なんかはね2人でできますので、怖くてもね2人で協力してプレイすれば良いんじゃないかなと思います。さあちょっとね、これ長くなっちゃうのでまだこの後少しムービーがあります。なので、スタッフロールの途中ではございますが、ここで、ちょっとスタッフロールの方は終了したいと思います。それでは最後のムービーをご覧ください。お疲れ様でした。案外うまくやれたわね。組織も思ったよりあっさりとモルガンを切るなんて。そんなもんさ。じゃあ後の報告はよろしく。ああそうそう、なんでパーカーを想像に任せる。でも BSAA がここまでとは思ってなかったわ。これからがちょっと楽しみね。ああ、お楽しみはこれからだ。